んにちは、フォレストラインの後藤と申します。今日はウッドバーニングの教室です。ウッドバーニングっていうのはご覧のようにセピア色 の単純な線で描く、どなたでもできる作品作りができます。小学生ぐらいからお年寄りまでどなたでも手軽に楽しめる教室になってました。11月にもこの教室が開かれます。ぜひ皆さんいらしてください。